はい、今日使うレンズはですね、ソニー純正の FE50mm F 値が 1.8 のレンズでございます。これですね、オートフォーカスか、これですね、オートフォーカスがちょっと弱くて、解像度はいいんですけど F 値が弱いっていうレンズですね。今からですね、チャーターをね、スナップして皆さんにこうスライドショー見てもらって、どういう性能のレンズか見てもらいましょうね。それでは写真レッツゴー、サンスタ。クリスマス近いんでね、でっかいキャンディーがありますね。あ、なんかいた、なんかいた。こんにちは。なんかでっかいキャンディーうまそうだなと思って。あ、 YouTuber さんですか。まあ、バーですね。あ、いわゆるバーですか。いわゆるね。はい、一緒ですね。一緒ですか。奇遇ですね。あ、そうです、そうです。はい、なんか行きましたね、変な人いましたね。怖いっすね、チャタンは。ちょっと変な人がいて治安も悪いっすね。あと1ヶ月でもうクリスマスなんで、もう美浜はですね、クリスマスモードですわ。まあ、今ですね、18時ぐらいですね、今18時ぐらいの暗さですね。 AF はですね、まあ、全然合いますね。はい、今スナップはですね 5.6 で撮っております。 GoPro では分かりにくいと思うんですけど、こっちに並んでるですね、椅子がですね、この夕日の光で反射してるんですよね、いいぐらいに。それもね、撮っていきたいと思います。エイクさん、だったらゴースト出ます。出なかったら素晴らしい、素晴らしいです。初めて撮られたら怖いのかな。あ、 2.2 ですね。 1.8 にしたらすごいやつ。今ですね、ここにですね、光があるんですよね、ライトが。このレンズでゴーストが出るかどうか確認してみましょうね。今から撮っていきます。うわ、怖いな、これで。まあ、首飾りやってるんでね、大丈夫です、多分大丈夫です。はい、ソニー純正の FE50mm F 値 1.8 のですね、単焦点レンズでゴーストが出るかどうか確かめてみました。はい、設定したカメラの設定はシャッタースピードが160分の1、 F 値が 2.8、 ISO 感度が640でございます。早速写真を見ていきましょう。まず最初にですね、この光をですね、右端に置いて写真を撮ってみました。拡大してみると、おお、存分にゴーストが出ております。ゴーストは端で捉えれば捉えるほどゴーストが出やすいと聞いたので、他にも位置を変えて撮ってみました。はい、お次はですね、左上にライトを置いて撮ってみました。はい、拡大してみてみるとゴーストが出てるのがよくわかります。はい、こちらは右上ですね。はい、こちらもゴーストがしっかり出ております。最後に左足に光を置いてみました。はい、こちらもゴーストが出ております。はい、4枚とも位置を変えて撮影しましたが、ゴーストがしっかり映ることになりました。結果から言うと、このレンズは強い光、逆光、半逆光には弱いレンズと分かりました。4枚ともですね、同じ設定で撮ってるんですけど、 F 値は 2.8 で撮ってます。なので開放で撮ったらですね、もっとゴーストが出てたと思います。はい、もう日が沈んでもう6時半ですね。はい、6時半、 GoPro の映像も多分悪くなってきたと思います。すいません、すいません。ちょ、大輔さんがですね、休憩してるんで、後ろ姿はね、ちょっとかっこよくね、僕が撮ってます今。うわー、いい感じに撮れたぞ。なんか海外のリゾート地でなんか携帯いじってるおしゃれな30代みたいな感じの写真が撮れました。30代余計だわ。30代余計ですね。はい、もう完全にね、日が暮れてもう真っ暗です。こういう街明かりがね、ないとですね、ちょっと厳しくなってきましたね。はい、この写真はシャッタースピード320分の1、 F 値が 2.8、 ISO 感度は100です。
はい、それではレンズの歪みから見てみましょう。はい、皆さんレンズのですね端っこを見てみてください。 50mm なんで歪んではないと思うんですけど、歪んではないですね。はい、お次は解像度のチェックも行いましょう。分かりやすいように拡大してみました。はい、拡大してみました。うわー、すっごいですね。この鉄に刻まれてるですね、このギザギザの模様みたいのもですねしっかり確認できますね。次は写真の端っこを拡大して見てみましょう。はい、写真の右端を拡大してみました。少しばかり解像度は落ちているのかな。鉄に刻まれてる模様もしっかり見えます。F 値は 2.8 で撮っているので右足と中央部のですね写真を並べてもあんまり区別が分かんないぐらい解像度はしっかりしております。驚く情報ですね、一つ加えるとこのソニーの純正レンズ3万円台で買えるんですよ。また初心者の方や単焦点レンズまだ1本持ってないって方がいましたらこのレンズとってもおすすめですね。はい、皆さんこの写真の玉ぼけを見てみてください。F 値は 2.8 で撮っております。分かりやすいように拡大して見てみましょう。はい、皆さんこの玉分けを見てみてください。絞りバレの角が出てカクカクした丸になっております。はい、次は端っこの玉分けを見てみましょう。端に行けば行くほど楕円形みたいな玉分けになっておりますね。サンスタ、まあ、一緒にですね、大輔さんもですね 55mm1.8 ですね、スワイスレンズですね、スナップ撮ってると思うんですけどその動画もね見てください。そのうち大輔さんと 55mm1.8 と 50mm1.8 でポートレート対決をすると思うのでその動画も楽しみに待っててください。はい、今回撮ったソニー FE50mmF1.8 のですねレンズで撮ったスナップ写真を皆さん見てみてください。それではスライドショーどうぞ。はい、それではですね、次回の動画もお楽しみに。せーの、See you! チャンネル登録よろしくね。やあみんな、サンスタメンバーの SNS はフォローしてくれてるかい？僕はインスタグラムアカウントを2つ持っていて、ライブ配信もよくやっているよ。ツイッターもやっているから、そちらもよろしくね。概要欄の一番下にメンバー全員の SNS アカウントがあるから、そちらから登録ができるぞ。見てくれていつもありがとうね。